一つ目のギャップは、1の中を特別な1週間。この後のフロイドリーチの語尾の口調が、いつもと違うところにご注目ください。語尾のギャップ攻め。ゴーストマリッジの依頼者姫からも、門外だけど優しい顔と、フロイドリーチは、その甘いマスクを褒められることもしばしば。そんなベビーフェイスからは、想像がつかない、急な俺様口調は、普段聞き慣れない。そんなギャップ聞いてない。と、ファンをざわつかせました。両副ボイスなどで、ところどころ、その片鱗を見せてはいますが、このギャップを普段見ることもないので、破壊力があります。当チャンネルでは、フロイドリーチが可愛いと、かっこいいお金備えてなんかいい。脅しの内容が、事業自慢なのも可愛いと、何のひねりもない見解。当時から、フロイドリーチに、出来やまなリスナーのコメントも、この不意のギャップに、狂気乱舞の様相でした。二つ目のギャップは、この後の続き。フロイドリーチにぶつかってしまった、小さな女の子。子供慣れしたスマートすぎる対応に、意外すぎる、お兄ちゃんフロイドは聞いてない、痛い気な少女の初恋を奪った男、などファンをざわつかせました。普段はわがままで、融通が効かないイメージのあるフロイドリーチですが、191cm の巨体のフロイドに怯えてしまった女の子に、すかさずフロイドリーチが取った行動とは。優しすぎる、お兄ちゃんムーブ。これがハロウィン期間に生まれた伝説。初恋泥棒リーチ。当時から、フロイドリーチに、激甘なリスナーのコメントも、これには大満足の様相。衝撃がすごかった。フロイドにしゃがまれ案内されたかった。優しすぎて泣いた。など、リスナーの心を満たしていくフロイドリーチ。さすがとしか言えません。さらに、この後、ファンに追い打ちをかけるフロイドリーチ。なんと、双子のジェイドリーチと合流。大隊を殺するジェイドリーチと一緒に、女の子をおもてなししてあげています。双子で一緒にしゃがむ姿は、何とも言えない尊さと愛しさでできたひたすらに優しい世界。動きが、ぴったりなのも、とても尊いです。リーチ兄弟は子供慣れしているという新しいエッセンスが加わり、このシーンが大好きというリスナーコメントの多数、双子のギャップという点でも納得のシーンと言えます。3つ目のギャップは、ミノコ、ここでは暴れるなのシーン。迷惑ゲストに絡まれた後、グルーエルから叱られそうな雰囲気のフロイドリーチ、ゲストに落ち度があったと、ここでオクタピネル寮生までもがフォローに入ります。寮生さえ、今まで、こんなフロイドさん見たことない、と言わせたフロイドリーチの気遣いに、ファンも、オクタ寮が尊い、フロイドリーチがいい子すぎる、など、オクタ寮全体を推すエピソードに。当イベントでは、フロイドリーチが、おとなしくしていたところを見ることはできませんでしたが、実はとても我慢していた様子、楽しみにしていたハロウィンを台無しにしたくないフロイドリーチの熱意は、寮生にも伝わっていたようです。普段から、束縛嫌いで飽きっぽいフロイドリーチが、ここまでゲストに対して気遣いができる、意外な一面。リスナーコメントでは、このシーンに対する、フロイドリーチ含め、オクタ寮生への称賛のコメント多数。このシーンでより、オクタピネル寮全体を押せる空気感ができたと言っても過言ではありません。とはいえ、グルーエルから、カツを入れられるフロイドリーチ。今回は噛みつかず、しょんぼりしているのは、フロイドリーチの、可愛らしいところです。4つ目のギャップは、この7。遠慮してたら、大損失のシーン。ハロウィン最後の食べ放題ビュッフェ。ただ、フロイドの片割れ、ジェイドリーチは、ゲストのおもてなしに夢中で、食事をとっていなかったシーン。ここでのフロイドは、自分勝手なところも見せてはいますが、この後、フロイドリーチの意外な一面が見れます。これは、ママなのか。スパダリなのか、見解が分かれそうなところですが、ジードのホストとしての役割を果たしたい気持ちを尊重して、フロイドがビュッフェを取ってきてくれる、微笑ましいシーン、片割れのジードと一緒にご飯を食べたすぎる可愛らしさに、食事を運んでくれる、案外海外しいところもあるギャップある一面、普段からこういうやり取りをしているのかもしれません。いかがでしたか？フロイドリーチの普段とは、少し違う意外な一面を、ぜひ復刻ハロウィンでも、お楽しみください。良きツイスケライフをお送りください。ごきげんよう。